て大変ですよ。皆さんこんばんは。あ、早いな。時刻は10時を回りました。ショットストリームのお時間です。お相手はユニット系の関東、FM ギラワンのひろきです。テンション低いやな、関さんの子落ち着いてるんでこっちもなんかちょっと低めに行こうかなと思ったらテンション下がっちゃったっていうこんな感じでよく言われるんですよ、はい、テンションを上げろと。あ、でもやっぱり低い声の人ってなんかちょっと低いテンションなのかなっていうふうに思っちゃいますよねあのテンションが低いわけじゃないんですよ。だからね、はい、テンション上げろって言われてもそんなことはできない、はい、いやそれでいいと思いますよ、はい、ね、すでにテンション上げてるつもりなんだけどな、うん、もう、まあ、そんなね、そんなこんながありまして、はい、今週も始まりました、ちょっとストリーム、この番組はですね、皆さんからのリクエストとかね、あの曲のリクエストとかね、はい、あとはねちょっとしたお話ね、そういうものを、募集しております。よろしければ送ってください。ツイキャスの方はねそのまま送っていただければいいですし、ラジオでお聞きの方、もしくはパソコンユーストリームでご覧の方はですね、数字で797@fmginowan.com、 数字で797@fmginowan.com までメッセージお願いします。サイマル放送もやってます。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリックFM ギノワンを選曲してください。ただですね、このパソコンからですね、はい、FM ギノワンのホームページがあるじゃないですか、はい、であちらからそのクリックしたんだけど、はい、音楽が聞こえないっていう。あ、じゃあユーストリームとかツイキャスで見てるかもしれないですね。あ、はい、あの FM ギノワンのトップページにですね、はい、サイマルラジオを聞くっていうボタンがあるので、はい、そちらをクリックするとリスンラジオ、リスラジのホームページに飛びますので、はいはい、そのページからですと、はい、映像は映らないんですけど、ラジオと全く同じような感じで。あ、じゃあ映像が映らず、ラジオと全く同じ状態で音声だけで聞けるってことか。そうですね。なので、なるんですね。はい、そこだと音楽も楽しめますので。はい、なので、ね、要は画像はいらないよと。そうですね。でも、ね、まあ、パソコンだったら、このまあどっちも見ながら、例えばツイキャスユーストの音は消して、はいはいはい、リスラジの音を聞きながらっていう、こういうちょっと裏テクがあります。はい、裏テクそんなことをするんだ、はい、まあ、多少ちょっと画像と映像の遅れっていうのはあると思うんですけど、でも映像も楽しみながら音楽も楽しみたい人はそういう聞き方がおすすめですね。リスラジで音を再生して、ツイキャスとかユーストの映像を、はい、音を消して映像だけを楽しむという。あ、声がちょっと遅れて、そうですね、ちょっと一刻堂状態になるかもしれないんですけどまあそこはちょっともう勘弁なんですけども、でもそこまでそんなにこだわらなければそこまで気にならないかと。あ、そういう感じで、はい、まあ、僕の場合はね、ライブなんかでもよく目をつぶってらっしゃる方が多くいるんですよ。あ、はい、で曲が終わった後にいやー
目つぶって聞いた方がいいねって言われました、うん、どういうことよ難しいどっちなのかなそれねえ、はい、顔が怖いって言われるんですよ。あ、うん、顔怖い怖いそんなね、好きで怖くなってねえわみたいなまあね、そんなこともありますということでね、今ひろきさん言われたみたいにですね、はい、FM 芸能のホームページからサイマルラジオを聞くというボタンが、はい、ところがありますので、そちらをクリックしていただければページに飛びます。あ、リスラジのページに飛びますので、はい、リスラジオのページに、はい、飛びますので、はい、そっちからね、そこから全国のラジオ局、はい、九州沖縄で FM ギノワンって選択したら再生されますので、はいはい、ということで、はい、はい、じゃあ今まで聞けなかったという人ね、そういう感じ形で、聞いていただければと思います。では今週のまずはミュージックバー F のライブ情報から。9日木曜日、比嘉義弘定期ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円。10日の金曜日が明けまして、11日土曜日、新京ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円。そしてこれは来週になりますけれども、14日の火曜日、春風ライブ、オープンが21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円となっております。以上、今週のミュージックバー F のライブ情報でした。すいません。いえいえ。咳が。CM 開けてからちょっとひとしさんのこの間のあ、すぐ曲いきます、うん、告知やって、 してで、5曲目はい、だはず、はい、5曲目、うん、お願いしたいと思いやすキータンビーチロック見えますか、見えますか、こっちか、ツイキャスの画面じゃ見えないな、見えないよね、ひろきさん、なんか曲探しといてくださいね。あ、なんでも、うん、はい、わかりました。好きな曲。10秒前でーす。はい。はい、ちょっとストリームをお送りしております。先週ですね、今日もしかしたらひとしさん、宮城ひとしさんゲストに来てくれるかもということをお話ししてたんですけれども、急な仕事が入ったということで振られまして多分ね、はい、急なお誘いがあったんでしょうね。あ、なるほど、仕方ないかな、ね、うん、急なお誘いがねあって、多分ね、そう、今日ちょっとね来ていただけなかったんですけれども、うん、先週も告知させていただきました。今月3月の25日土曜日と3月26日日曜日、ギノザガラマンホールの方でですね、舞台があります。舞台がありまして、劇団ビーチロックっていうところの劇団さんですね、の公演になるんですけれども、こちらにひとしさん、ブルースシンガーとして、ゲスト出演というかね、出演されます。で、内容がどういった内容かというと、まずタイトルが沖縄シンデレラブルース、で、
激動の70年代沖縄を舞台に閉鎖を迫られるミュージックバーの貧乏娘が時代のうねりに翻弄されながらスーパースターへの階段を上っていくというようなストーリーになってるんですけれどもね、この中でひとしさんの役柄としてはこのミュージックバーに歌いに来るシンガーですね、ブルースシンガーという役柄で、役名もね今日本人の方から公表していただこうかなと思ったんですけれども、ですね、今日振られたんで、はい、もう言っちゃいます。あ、はい。確かですね。はい。キング知念だったはず。そう、僕、うん、本当にね、これ先週の。FM 沖縄でじゃない FM 沖縄で大きくなったねFM 小座の方でねFM 小座で聞いた時にね、オンエア中だけど笑ってしまったんですけどね、はい、はい、キング知念、キング知念、はい、ひとしさんも恥ずかしそうにちょっとおっしゃってましたけどね、B.B. キングさん、はい、ね、ブルースということで B.B. キングさんからのキングを取って、うんうん、で沖縄っぽく確か知念だったと思います、うん、近所じゃなかったはず、うんうん、そうそう確かそんな感じだったんですよで、まあ、どういうふうな、ね、うん、役柄としてはもうブルースシンガーということなんで、大体その劇中で、オリジナル4曲ぐらい歌われます、うん、で本人それだけだと思ってたのに実はがっつりセリフも入ってたという台本を見てびっくりされてましたけどね、そういうような感じでね、しっかりと、ひとしさんも絡んで、上演される、題目です。沖縄シンデレラブルース、こちらがですねチケットが前売り大人2500円、学生2000円、高校生以下1500円で、当日になるとこれが全部500円ずつアップするということでですね、チケットの購入はどうしたらいいのかというと、E プラスやったことないから僕分かりませんけどね書いてあるから読んでます。 E プラス、そして、最寄りのファミリーマートですね、こちらも端末からの、購入になると思うんですけどね、もしくは、劇団ビーチロック、こちらの方のホームページだったり、あと電話ですねで、問い合わせをしていただくとチケット手に入るということをなんですね。あとひとしさんのね、Facebook ページとかでも、チケットくださいと、はい、くださいじゃない、チケット欲しいと欲しい言えばですね、準備していただけるようです。で劇団ビーチロックのですね電話番号を、お伝えします、0980-56-1126 0980-56-1126、もし今控えられないという方はですね、劇団ビーチロックという名前をですね覚えておいていただいて、後でパソコンとかね、スマホの方で検索していただくと、そちらからもですねチケットの予約はできると思いますので、ぜひ興味のある方、検索してみてください。3月25日が13時からと18時からの2回公演、3月26日が13時からのみの1回公演、計3回の公演となってますんでね、お時間どの時間がいいかなということでご都合のつく時間に、ちょっとね宜野座なのでね遠いなと思われるかもしれませんけれども、宜野座ガラマンホールって言ったらね、ヨーロッパとかからどんどんすごいアーティストさん呼んでるところですからね、一度はそういうところにも足を運んでみられると面白いと思いますので、そういうことも含めて、ぜひ皆さん行ってみてくださいということでですね、ここでひとしさんの曲を1曲お届けしたいと思います。愛し君よ。街は目を覚まし、夜の
終わりを告げる。ただそれだけが今の僕には苦しいよ。今頃君はまだ深い眠りの中、ただ一度だけ夢の中で口づけたい。 あとどのくらい、あとどれくらい君を思い描けばいい。だから僕の声が届く場所にいてほしい、愛しい君よ。願いが叶うなら、君の頬を撫でる風に、ただそれだけが今の僕の切なる願い。朝露に濡れる誰もいない歩道橋、触れるほど近く、どこまでも遠い君。ああ、どんな時もどんな夜も君を思い描いているんだから、僕の声が届く場所にいてほしい、愛しい君よ。それが帽子でもいいや、愛しい君よ、愛しい君よ。どうかそばに来て、いいっすよねこれね、はい、これあれなんですよ、僕勝手にもう、この曲と、はい、もう一曲、勝手にコピー始めてるんですよ。こう、ああ、はい、自分で演奏されるためってことですか。そうそうそう、はい、
いない時に、ひとしさんいない時に勝手にやってみようと。でもいいのはどんどん取り入れた方がいいと思うので、ね、はい、いい曲ですよね、めっちゃね、うん、こんな曲大好きなんですよ、はい、でもそれこそひとしさんみたいな曲は誰が歌うとかじゃなくて、うん、この目を閉じてゆっくりと聴きたいような雰囲気の音楽ですよね。そうですよね、はい、ということはね、目をつぶらせる音楽ばっかり歌ってれば問題ないってことですね。じゃあプラスに捉えていいかなと思いますよ、はい、うん、まず目をつぶれと、はい、ライブに来た人たちに、はい、まず皆さん目をつぶってください。多分視覚情報だと余計なものが入ってくるんで、もう音に集中するっていうことで。はい、そうですね、はい、余計なものを排除して、はい、ね、いいとこ取りでね、うん、ライブもやっていったらね、はい、いいですよね、うん、そういうことですよね。で、はいはい、いい方に捉えようと思います、うん、ね、ということで、ひとしさんが、も出演される、舞台3月25、26日ありますんでね、ぜひぜひ皆さん、劇団ビーチロック検索してみてください。よろしくお願いします、はい、はい、そしてですね、僕しょっちゅうそこにあるビアさんの、はい、話するじゃないですか、はい、今日なんとね、メニューをかっぱらってきました。いつの間に、うん、ついにもうメニュー持ってきた。とにかくね、はい、ビールの種類はもう豊富なんですよね、はい、めちゃくちゃいっぱいあるんですよ、まあ、ビアという名前だけに。そう、もう飲み物だけでこんだけあるわけですよ。すごい、これ、ね、3、4枚。そうそうそう、これ全部ビールですか。ね、いや、ビール、ほぼビールなんですけど、はい、ほぼビールですね。あとはね、ワインとかソフトドリンク も一応入ってはいるんですけど、ワインとソフトドリンクは1枚の中の半分ぐらいしかないのかな。ほぼビールですね、これね、うん、うん、レモンビールとかね、リーフマンスピンクキラーとか、なんじゃそりゃ。ピンクキラー、うん、すごいですよ。ミッケラディセプションセッション IPA ってなんじゃそりゃ。ジプシーインクヒルムジェム IPA、 すごいですね、なんかね、はい、名前だけ IPA なのか IPA なのかわからないですけど、名前だけ聞くとはっきりわからないですね、うん、まずビールと思わないですね。、はい、すごいですよ。キャンディーカイザーアルトアンバーとか、うん、ジェットブラックハートスタウト、はい、エレクトリックインディアホッピーセゾン、あ、知ってます。いや、なんかでも最初名前だけ聞いたら分かんないかなと思うんですけど、さっきもガイザーって言ってクリスタルガイザー入ってんのかなみたいな、ちょっとやっぱビールなのかなと。そうですね、ブルームーンとかありますよ、うん、カクテルっぽい名前ですね、うん、全米ナンバーワンクラフトビール、カクテルのようなフルーティーな味わいが特徴、ビールが苦手な女性にもおすすめ、うん、なんてこったい。すごいな、こんなのがいっぱいあるんですよ本当に。ちなみにね、ソフトドリンクは何があるかというと、はい、ガバジュース、僕の大好きなガバジュース、はい、これね、バンシュル、はい、食べた時の味とは全然違いますからね、はい、ガバジュースは美味しいですからね。美味しいです。ガバジュース、マンゴージュース、パッションフルーツジュース、アップルジュース、グレープフルーツジュース、そして沖縄セラードコーヒー、アールグレイティー、はい、ウーロン茶みたいな、こんな感じで、はい、まあ、フルーツ系からね、まあ、コーヒーお茶までありますよっていう、うん、まあ、フルーツ系はもちろんね、果汁 100% っていう形で、うん、本当にもうガバジュースなんてね、ガバのザラザラ感まであるぐらいの、すごい、うん、本当に美味しいです、うん、ちなみに大体金額はね、はい、ね、フルーツ系のジュースが380円、はい、でセラードコーヒーが400円、うん、アールグレイティー350円、うん、ウーロン茶300円、はい、みたいな感じ。ね、うん、ありますんでね、飲み物はね、あとワインはグラスワイン赤オア白ですね、うん、まあ、500円ぐらいからってことでしょうね。おすすめボトルワインとかもありますんでね、うん、そういうのもありつつで、今日はね、はい、ほら、もう先週先々週、うん、先々週とその前か、もうビールの宣伝はもう散々やったんで、はいはい、食べ物の宣伝しようと思って。そうですね、大事ですよ。大事でしょ、はい、これね、まずオリーブがあります。お、単品で、え、オリーブ単品あります。すごい、オリーブ、はい、でスティックパスタ、スティックパスタ、はい、パスタ揚げたやつ、あ、あ、ははカリカリ、そうそう、カリカリ、カリカリ、はい、あれめっちゃ美味しいんですよ、はい、
美味しいっていうかなんとかプリッツみたいなね。あ、うんうん、わかります。味ですよね。うんうん、で、まあポテトフライっていうのは普通にありますよね。だけどケイジャンポテトフライっていうのもあるんですよ。ケイジャン、はい、韓国の調味料でしたっけ？辛いやつですか？なんかそんな感じでしょうね。はい、うん、知ってる人いたら教えてください。確かだったような気が。お前メニュー持ってきたんだろうみたいな。でも今日は持ってきただけで。そうそう、持ってきただけなんでね。具体的なのはまだ聞いてないんで。コーントルティーヤチップスサルサソース失礼しました。トルティーヤ、はい、ね、サルサソースつけて食べるってね、ミックスナッツでしょ、うん、自家製スモークチーズ、クラッカーでしょ、まあ、スモーク盛り合わせ、うん、サーモン、ムール貝、カモのパストラミ、これね、なんかね、 ここまではちょっとうーんって感じなんですけどね、はいはい、あの どんなのかなみたいな感じなんですけど、はい、ここからです。フィッシュのコーナー、おムール貝のフリッター、おフィッシュフリッター、ミニホタテのスモーク、おタコのカルパッチョ、スモークサーモンとクリームチーズクラッカー添え、皮付きムール貝の生ビール蒸し、お小エビのアヒージョ、んなんかちょっとね、おなんかちょっとね、おしゃれおしゃれで、まあお肉のコーナー、チキンナゲット、鶏レバーのパテがあるんですよ。レバー、鶏レバーのパテ、はい、食べたことあります？いや、ないです。めっちゃ美味しいんですよ。レバーパテ。んー、これあのほらレバー嫌いな人って多いじゃないですか。はいはい、だけどレバーのパテになると食べれるっていう人は結構いるんですよ。へー、うん、そう。そう、一度ね試してみたらいいんですよ。鶏レバーのパテクラッカー添え、350円。お今まで読んだのほとんどこれぐらいの値段ですからね。おつまみお手頃ですね。そう、最初に言ったオリーブなんて100円ですよ。オリーブ、オリーブ100円100円でオリーブ出してくれないですからね、はい、で、まあ、レバーパテで止まっちゃいましたけどね、うん、まあ、カモのパストラミでしょ、生ハムとクリームチーズクラッカー添えでしょ、牛肉のカルパッチョ、うん、まあ、あとはね2種のソーセージ、オーブン焼き、うん、ポークスペアリブのローストジャンボサイズ、お、チキンのスパイシーオーブン焼き、なんかね、こちらね、はい、このピザとかグラタンとか、うん、そういうものもあって、でオーブン使われるんで、はい、オーブン的な料理もね結構ね、うん、がっつりしっかりされるわけですよ、うんうん、だからおつまみがすごいお手頃な値段で、うん、きちんと調理された料理されたものが食べられる、うん、味もしっかりしている、で1000円あると、まあ、3種類ぐらいは食べますから、うん、そうですね、1000円ちょっとかなあると3種類ぐらい頼めるんで、うん、女性の方なんかはね本当につまみながらちょいちょいやるととってもお得にいろんなものが食べられる、うん、そうですね、うん、楽しい感じなんですよ。そう、僕はいつもね、なんだっけ、マルゲリータと4種のチーズピザっていうのを1枚なんですけど、はい、これハーフはね500円なんですよ、はい、うんうん、で1枚900円なんですよ、うん、なんかね、うん、どうだろう、シンプルで、うん、とってもいい感じ、うん、の料理なんでね、おつまみにいい感じ、おつまみにいい感じだし本当にねビールに合うなって、ね、そうそうそう、でレバーパテなんかはワインにまたね合うしね、あ、うん、だから楽しいですよ、頼むのが楽しいと思います。ひろきさんなんか結構こういう感じのお店って行かれます？頻繁には行かないですね、誘われて行くぐらいで、まあ、こういうところに毎日行ってます言われたらびっくりしますけど、はい、おしゃれなのか何なのか分かんないですよね毎日行ってるってね、うん、だけどね、なんかね、でとにかくねお店の雰囲気がね、うん、中の雰囲気がいいんですよ、うん、だからまずね一回行ってみてほしい、うんうん、今日はねちょっとねいっぱいしてたんであんまりお話できなかったんですけど、はい、うん、そう、時間も押してたしピザも食べれんかったけど、うん、ちょっとねちょっと僕が遅れたんでねそういう理由でピザ食べれなかったんですけど今日はそうだからね、ガーリックトーストとかもありますからね、いいな、
アボガドポテトグラタンとかね、とにかくね女性が嬉しいメニューが結構ね揃ってます、食べ物も豊富ですし、いろいろね飲み物だったり、あとはビールね、やっぱりね、の種類が豊富なんで、ビールに興味のある方、それとあの食べ物に、ね、興味のある方、ぜひ、行かれてください。よろしくお願いします、ね、で、そう、今日はね宣伝はねこれぐらいでいいっていうことだったんで、ひろきさんの好きな曲をここで一曲かけていただきたいと思います。はい、ですね、何でしょう？バナナラマ、はい。80年とか90年ぐらいなのかな。はい、イギリスだったような女性の3人組グループのバナナラマっていうアーティストがいて、はい、あのビーナスとか有名ですね。ビーナスっていう曲とか。ビーナスどんなの？ベイビーシーズガレット、あ、はいはいはい、I wanna be nice ってやつです。あれ歌ってるバナナラマってアーティストの Love in the First Degree っていう曲を、一回聴いてみたかったんですけど、ひろきさんいくつですか？僕は23で今月24になります。今月24 絶対嘘でしょよく言われますね。あ、わかりました、はい、よろしくお願いします。こういう曲に、はい、結構昔の上の世代の曲とか好きなんですよ。あ、クイーンとかもそうですし、はい、アバとかカーペンターズとか好きです。あ、これ終わったら CM ですよね。あ、じゃあ CM します。はい、あ、そっか、これは向こうに流れてないんですよね。そうです、なんか声が流れてる。リス、違う、サイマルラジオを聞くにしてやると音声も聞ける。そうです、携帯だったら多分それが使えないと思うんですよ。アプリごとで音があれするので、一緒に音なんていうの、このアプリとこのアプリの音を一緒に出すと多分できないんですけど、携帯、パソコンだと、ああ、そっかそっか、いっぱいタブ出せるので、それでツイキャスとかニュース見ながら音消して後ろに。ひろきさんも風邪ひいてます？風邪みたいな感じです。風邪ってはないんですけど、ちょっと鼻水。ああ、昨日一昨日死んでましたね。ああ違う、昨日の朝から声が出なくて、はい、もう電話かかってきても喋っても声出てないから、あもういいやと思って切ってから、あとでね声出るようになってかけ直して怒られましたけどね。声が出なかったんです。しかもね、そうそうそう。必死に喋ってても向こうにはってなるから、出なきゃよかった。そう。出なきゃよかったと。あれはね。出たからはもうね。ああ、じゃあ何でしょうかな。何があるかな。ちょっとした話です。ちょっとした話。じゃあ一つあります。あとの曲、お互いちょっと話した後に曲にします。曲は一つさんの。一つさんの、3曲目かな。秘密基地、3曲目ですね。じゃあ CM 行きます。はーい、 CM 行きます。29分、あ、そっか29分だからね。
てんてん。ひとしさんギター持ってくるって言ってたのにな。何してるんですか。あ、なんかちょっと緩くなってんなと思って。緩くなってる。このちょっと横に分かるんですよ。ああ、分かる分かる分かる。ダメになってきて。逆に伸ばして、もうちょい伸ばしてやったら綺麗に入るとかじゃないですか。このあれが開きの問題じゃない。ここがちょっと吸ってるんですよ。ああ。音がちょっと、これが本来ならここで止まるんですけど、これちょっとここまで行くようになっちゃってるんで、はい、気になるところですね、はい、毎日ね、ずっと触ってるとそうなんですよね。そうですね、気になってくるんですよね。毎日やってると色々やばいなちょっと島に悪いぞみたいな出てくるんですよね。あれ、 CM 明けどうしましょうか。どうしよう。とりあえず曲オアシスの BGM かけるので、何かお願いします。そういえばどうでもいい、どうでもいい話ありますよ。はい。はい、ちょっとストリームをお送りしております。なんだろう、この間ね、はい、ちょっと、平葵ちゃんと、はい、あやちゃんゲストに向こうの番組で来てもらった時に、はい、話になったんですけど、サイン書くじゃないですか、はいはい、要はライブやってる人とか CD 出してたりね、はい、あとはまあ演劇なんかされてる方でもそうだと思いますし、うんうん、ね、それはもうそのクラシックとかそんなこと関係なくね、はい、もう人前に出る仕事をしてる人っていうのはサインしてくださいっていうことがね、あると思うんですよ、はいはい、でこのサインやっぱりほら書き慣れてくると、はい、ね、みんなそれなりにこのへーって思う、ね、もうサインになるじゃないですか、うん、はいはい、このサインになるまでの、うん、ね、道のり、あ、これいつ、はい、いつぐらいからやったかっていう話になって、うん、中学校ぐらいの時が一番練習するよねっていう話したんですよ、はい、要はやっぱり中学校ぐらいの時からそういうものに興味があるわけじゃないですか、うんうん、音楽だったら、ね、自分もなんかこんなって弾きながら人前でやってみたいとか、うん、バンドでやってみたいとかっていうのがある場合は、でもそうなるとって考えちゃうんですよね、うん、そうなる と、ライブが終わった後に、ファンが来るからサインしなきゃいけないからって中学生バカだから思うんですよ、はいはい、そのまだやりもしてないのに、あ、はいはい、やりもしてないのにまず考えることは、まずはファンが来たらサインを書かなきゃいけないって、あ、どうしよう、先のこと、そうそうそう、まだ何も練習も何もしてないですよ、うん、何するかも決めてない状態でそれを考えるのが中学生ぐらいなんですよ、うんうん、ね、でその時に書いたサイン、考えたサインってやっぱあるじゃないですか、はいはい、ね、それをそれが、今考えると、はい、わ、すっげえダサいよねみたいなありえないよねみたいな、うん、まあ中学生ですからね、そうそうそう、中学生だからこのね、サインサインっつったって、うん、要は芸能人の人たちが書くサイン、うん、ミュージシャンとかの人たちが書くサイン読めないじゃないですか基本的に、うんうん、ね、読めないけど、うん、それがその人のサインですよね、うんうんうん、でも中学生ぐらいの時に自分たちが考えたのは読めるんですよ、はい、読めますよね、うん、しっかり読めちゃう、うんうん、あのサインというよりもちょっと書き殴っただけじゃないかっていうぐらいの勢いのものになるっていう話になって、うん、みんなで、うん、そうそう、どうよって、ね、あの頃のサインはっていう話になったんですけどね、
ひろきさんなんかどんなですか。いやでも確かに誰しも一度はちょっと有名人からサインをもらったりして、あ、ちょっと俺ってどういう風にサイン書けばいいんだろうってなったりはするんですけど。なりますよね。僕も同じような感じで今読めるのかなと、この本当に書き殴りぐらいな感じでサインっぽい感じはやるんですけど、はあ、だからあのほらサインするときに、日本人の場合だったらまず漢字でサインするのか、はい、ローマ字でサインするのか、うん、っていうところで悩むんですよ、うん、まあ、悩むだけで無駄なんだけどねそもそもそれを書く機会があるかどうか分かんないんですけどね。そうそう、書く機会があるかどうかも分からないし、うん、ね、しかもサインってやってる割にはなんかすんげー汚い字になってるだけだし、うんうんうん、そうそうそうね、なんであんなこと考えるのかな中学校の時って。これが俗に言う中二病ってやつですかね。あ、それ中二病なんですか。中二病じゃないですかね。え、中二病って、え、どんな病気なんだろう。この中学生がやりそうな、例えば、俺は明日世界征服するんだとか。あ、言ってるやついましたね。こっから飛べば空なんて簡単に飛べるとか、このありもしないような、大人じゃ考えないようなことを思いつくのが中二病っていう。あ、俗に言う中二病。すごいですね。よく言えば一番夢のある時期ですね。で、悪く言えば一番バカな時期。はいはい、そうです、そうです。はあ、ね、中二病の時期ですね。はあ、そういうことね、はい、あ、納得ねえ、だって何もないのにね、はい、どうしようって考えて悩んでますからね、うん、まずは売れることが先だろうなんですけどね。そうそう、まずは売れることが先だろう、もうそうなんですけど、うん、その手前にまずお前何やんのって、まあ、ただただ有名人になりたいっていうのがあるような時期なので。そうそうそう、俺が有名になったらみたいなね、うん、そこからもうどんどん飛躍していってますからね、うんうん、まず最初にサインみたいないや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 って、サインくださいって言われるまで大変だよ君みたいなね、うんうん、中二病か、はい、あ、そうなんだ。え、ひろきさんの場合は中二病どんな病気だったんですか。僕は中二病、でもやっぱりあの時期っていろんなものに憧れる時期じゃないですか、僕はこの映画の007が好きなので。ちょっと待ってください、いくつですか23で、今月24です。はぁ、007が好き。好きで、ちょうど中二とか高校、中学校か高校ぐらいかけてが一番もうめちゃめちゃ好きな時期だったんですよ、なので、まあ、映画に影響されるじゃないですか、はい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 、やっぱり自分はスパイになりたいなとかそういうのに憧れるわけですね。まさに中二病ですよ。ありますね、はい、そうそうそう、とかその誰もいない部屋をこうスパイっぽくカチッてなんか、うん、するとかいかにもそこに敵がいるんじゃないかみたいな、さってやってみるのかね。ドアをこのゆっくりカチャッて開けてみるとかなんか物音がしたらね、はいはい、それに反応してね、こうスパイっぽく動くっていうね。そうそうそうです、そうです、ね、もうザ中二病ですよね。あ、それやった、はい、なんかヒーローごっこも近いような感じじゃないですかね。そうですね、うん、ヒーローごっこも確かに近いですよね。小学校の時とかね、特にね、うん、やって、で、まあ、そこからちょっと中学生になるとね、うん、それ恥ずかしくなってきて、はい、で一気に飛躍してスパイに行くわけですよ ね、 ね、スパイとかエージェント系にねそっか、あ、でもそうでしょうね、多分ね、はい、あの僕が中学2年生で、うん、あのなんだろう、え、あれなんだったっけ、ごめん、映画をど忘れした、あのすごいアクション映画とか見てたら、はい、大人になったら絶対できるはずって思いますもんね。あ、はい、そうそうそう、できるはずって思ってるのはいいけど、だったら努力しろよってね確かに、うん、そういう風にね、人前に出てやれるかどうかってまた別ですからね、うん、ですね、うん、自分一人でできるのとね、うん、その辺がなかなか難しい、うん、ちょっと兼ね合いがね、はい、心と体のバランスがね中二病なんで、まあ、想像力だけはもう本当に豊かなんですけど、すごいですよね、はい、無敵ですもんね、あの頃ね、中学2年生で本当に無敵ですよね何でもできる、はい、確かに世界征服いたよでもなんか高校の時に、うん、なんか天下統一、俺は天下統一するみたいなやつがいたんですけど、でもその子は別にそういうことを言いそうなキャラではないんですよ、はい、でも誰かがあいつが天下統一するらしいよっていう噂を広めて、結構広まってたんですよ、
なんでもう裏では、まあ、本人はみんな本人の前で言わないんですよね、この話しないんですけど、なんかタブーみたいな感じで言っちゃダメなんですけど、でもいないところで、ああ天下統一ねみたいなあいつねみたいな話で、あのいじっていいキャラだったんですか。いや、いじっちゃダメなキャラだったんで、いじっちゃダメなのに、なぜか天下統一をするっていう話だけが一人歩きしちゃって、誰も天下統一の話に触れないんですよ。ちょっと触れたら本当にダメみたいなオーラがあって。ああ、ということはある意味天下統一してますよね。いや、してんのかな。してますよね。もう誰もね、その話を俺に振るな的なところではね。はい。そうなんだ。ありましたね。でもこれは高校なんで中二病ではないんですけど。ああ、でもね、高校生の時は高校生の時でね、逆にそのちょっとした知識がつくじゃないですか。うん。ね、そういうことを元にまたバカなことを言い出すんですよね。ああ。うん。そうそうそう。僕も言ってましたよ、あのね、外国の人ってこっち来たらでかいじゃないですか、はいはい、ね、めっちゃでかいじゃないですか、うん、でなぜそこからそういう話になったのかは覚えてないんですけども、はい、実はこのガリバーとかって話があるでしょ、はいはい、ね、飛行機に乗って例えば地球の裏側に行ってる間に、はい、全てが巨大化してたら誰も気づかないんじゃないかっていう話をしたことがあって、わかります、みんながみんなでかくなるわけですよ、はいはいはい、うんうん、ただみんな同じようにでかくなるから、うん、サイズ変わんないでしょ、飛行機もでかくなるし、ああ、はあはあ、ね、椅子も何でもかんでもでかくなってたから、はいはい、気づかない、うん、っていうことですよね、うん、だけどそのでかくなった状態で間違って戻ってきちゃったのがガリバーみたいな、はい、ああ、はあ、はあ、こっちに、ね、移動しても大きさが戻らなかったみたいな、うんうん、そう、そんな話をね、まことしやかに、なんかやっぱり複雑になりますね。そうそう、高校生になるとちょっと複雑になってくるんですよ。うん、うん、うんって感じですね。うん、うん、うん、多分中学校ぐらいだとすんなり入ってきませんでしたね。そうそうそう。そんな話。だから一番やっぱ面白いのは中学2年生ぐらいの、ね、うん、話っていうのが一番面白いですよね。はい、天下統一、うん、世界征服、うん、ね、俺は宇宙一強いとか、はい、そっち系。絶対お前違うだろっていうやつに限ってそういうこと言うんですよね。あ、そうそうそうです。しかも何で天下統一するか分かんないですけどね。そう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 、曖昧ですよね、どの天下統一って、うん、そうそうそう、 何をするんだってね、うん、世界征服ってのうんっていう話ですよね。何のためにみたいな目的がないんですよね、世界征服の、うん、征服してどうするの、どうする何だから世界征服したいとかじゃなくて、うん、そうそうそう、世界征服しかもどうやってもないし、どうやってもないし、どこから行くのみたいなね、はい、とりあえず世界征服って、うん、俺はやるみたいな、うんうん、やれよっていう勝手にやっとけですよ、そうそうそう、勝手にやっとけっていうって言ってる割にはね、はい、結構ね、言ってる側もね、うん、意味わからないこと言ってるんですよね、うんうん、俺は日本一になるとかね、うん、何が、確かにお前部活もやってないの何がみたいな、うん、そうそうそう、うんうん、まあ、よくわからない時期が中学2年生なんでしょうね、うんうん、そこから抜け出せないと高校になってもバカやってるんでしょうね、はい大変ですね、はい、だけどひろきさんなんかそんな系の話ってまた中二ですか、中二、中二な話、うん、いやでもまあそれぐらいかな、他の人からしたら多分もしかしたら普通かもしれないんですけど、いや多分普通じゃないと思いますよ、やっぱりでも自分の中でやっぱりこういう世界があるんで、うんうんうん、その今言ったみたいな感じの、このさっき言ったみたいな、はいはいはい、このここに敵がいるかもしれないと思ってドアをゆっくり開けるみたいな、うん、ああいうことはやっぱり一人の時じゃないとやらないんで、まあそうですよね、はい、誰かいるところでは中二病は出てこないので、あ、僕はそういうタイプでしたね、友達とかだったらまあちょっと出るかもしれないんですけど、ただまあおね、はい、大ピラにはね出さない感じの中二病だったのかなと。でもそういう中二病の人って例えば、まあ僕の時はもうカメラの中に、あ、デジカメが、まあ、あったんで、もう僕の時は中学校の時はデジカメあったので、そのデジカメってやっぱりその普通のカメラと違って撮った写真スライドショーっていう機能があるんですよ、はい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 、でそこにまあ僕さっきの流れからして007好きなので、はい、ダンダダダンダンっていうのを入れてたんですよでそれを修学旅行の時にこのスライドショーっていうボタンを押されて、うん、この曲が流れるわけですよ、うん、したら
なんでこれなのみたいな雰囲気になったっていうの、この中二病がバレちゃったみたいな瞬間はありましたね、うん、ちょっと恥ずかしいですよね自分の中で気に入った曲を入れたつもりなんですけど、なんでこの曲なのみたいなちょっと恥をかくっていう。そうですよね、やっぱりあの年齢的なね、年齢的なものもありますし、ね、ジェネレーションギャップを同級生に感じられてしまうっていうね、はいチョイスがなんでそれなの、うん、みたいな、お前そこかみたいな、はい、うちのお父さんみたいだな、なんでこの中二病あるあるなんですけど、うん、この自分の中で中二病の発令してる人は、うん、この他人にバレちゃうと恥ずかしいっていう、あですね、はい、まあなかなかねみんなね、うん、表に出してっていうことできないじゃないですか、うんうん、恥ずかしいんでね、ね、うん、ね恥ずかしいし、その内容によっては大丈夫かっていうのもありますからね、はい、友達減るかもしれないんで、そうだいぶねだいぶ減るかもしれないんで、ね、もしかしたらいじめの対象になっちゃうかもしれないっていう可能性、ね、恐怖心がありますからね、出せないっていうのはありますよね、うん、もうその なんか中二は中二でもね、うん、立ち位置がありますからね皆さんね、うんうん、そのクラスの中、ね、学年の中っていうね、はい、そっか、うん、そこで再生されたらね、はい、修学旅行、まあ、でも修学旅行ってもしかしたら皆さんちょっと一緒に部屋が一緒とかなんで、この衣食を共にするんで、うんうん、もしかしたらなんかこう自分が思ってもみなかったものが出ちゃう可能性ありますよね。ああそうですよね、そっか、うん、あそっか、そうですね、普通の人たちはもうそういう修学旅行ぐらいじゃないとなかなか一緒に寝たり起きたり、うん、ご飯食べたりってないですよね。ないですかね。僕たちの学校おかしかったですからね、寮だから、はい、もう常にね一緒みたいな感じじゃないですか。そうすると兄弟よりよく知ってるような、あ確かに、うん、うん、こいつは変態だとかね出ますよね、うん、こいつは頭おかしいとかね、うんうん、もうしかもそれを直接言えるぐらいの、うんうん、もう状況になってますからね、うん、そうそうそう、だからあそうだだそうなんですよ、だから久しぶりに会うとそれをみんな隠してるから、うん、あなんかちょっと冷たい感じがするんですよ、はいはい、そうそう、だけど話してると元に戻っていくんで、うん、変わってないなっていう、うん、確認ができるっていう、そうですね、うん、あれで常にその行動してたらただの変態ですよね、うんうん、そっかそっか、あ、うん、今やっと納得できました、うん、ありがとうございますそうね、中二病、うん、楽しいですよね、でもね、うん、いいと思います、うん、みんな誰しも通るので、ね、夢を持てる時期ですよね、うん、本当にね、そうそう、その夢がその、ね、夢を叶えるために頑張るか頑張らないかだけの話だってね、うんうん、はい、ああすごいな、中二病か、うん、あいいね中二病いいな、ちょっとめっちゃ気に入った今勝手にすいません、もうね、こんなね、こんな話、こんなくだらない話をしてて、まあ、あと4分しかないですよ、はい、ね、シグナスさんありがとうございます、こんばんは、ね、お疲れ様です、放送終了まで頑張ります、あと4分もないけどね、だけどもしですねよろしかったら来週、中二病、皆さんの中二病エピソード、うん、中二病エピソードお待ちしておりますね、みんなねいろんなね意味わからないのありますから、うんうん、それをちょこちょこね出していただければ嬉しいと思います。もう小泉ちゃん、ひろきいかんさん、こんばんちーすということで、もうすぐ終了でございますできればですね AKB ファンさんも来週の放送、中二病ね、自分はこんなやつだった、うんうん、こんな、ね、変な妄想じゃないですけどね、はい、がありましたっていうのをね送っていただければ嬉しいと思います、はい、ということで、今週もちょっとストリームを聞きいただいてありがとうございます、ね、本当に中二病の話しか半分してないですけどね、みんな経験あると思うんでね、はい、これ来週絶対送ってくださいよ、はい、はい、ということで、今日のエンディング曲は、またねひとしさんで、タイトル忘れた秘密基地、じゃあまた来週、あの約束の場所は今はもう随分
変わり果てたけど、どうだい僕はあの日のままかな。戸惑い何かにつまずきながら、僕らはもう戻れない場所にいる。擦り傷まみれの明日の約束、そうさ僕らの長い夏が始まる。ああ僕らの秘密基地はあの日のままかな。大人になれない僕は淡い夢を見る。ああ僕らの秘密基地はどこにあるのかな。あの日の君が赤い空に染まってゆく。向こうにはくたびれた街の風景、夢中で作ったあの秘密の場所にはいくつもの夢が重なり合ってた。壁の落書き指でなぞり、君のいる場所から弱い僕が見えるかい。また来週です。次は終わります。